新鮮で面白かったです。自分の成長にもつながってとても良かったです。新中さんです。誰も出てますね。半年ぐらい、今6年目ついた準備室です。そしてそのままの接種はいきますよ。1級1級っていうことを思われたんです。今日は大原山公園テニススクールで体験会を行いました。ソフトテニスの楽しさが伝えられたと思います。今回参加できなかった皆さん、次回はぜひ参加お願いします。